ジャックが振られています。まもなくスタートの時を迎えようとしています。スタートは虎之助か、それとも星野か、アンドリューなのか。今レッド、そしてブルー点灯、スタートを切った。後方のマシンがどうか。虎之助がいいスタートを切りました。そして星野も突っ込んでくる。アンドリューもまた後ろをかわす。星野が2番手負傷。アンドリューは3番手、4番手に山本克実。まずは虎之助が非常にいいスタートを決めています。後方集団もきれいに1コーナーをクリアしていきました。今虎之助は早くもヘアピンから SG へと向かっています。2番手に星野、3番手にアンドリュー、4番手に山本克実。こういった、おっと接触、ラルフが接触している。これは鈴木敏夫、いや中野慎二に接触したようです。そして後方集団でもちょっと接触があった模様です。早くも1周目からサバイバルレースの様相が、あっとマッチが回ってしまった。近藤雅彦ハイポイントコーナーでスピン。マッチが回っている。なんとかリカバリーできるんでしょうか。ああ、今エンジンが止まってしまったか。オープニングラップ4つ目のコーナーで早くもマッチが止まってしまったようです。近藤雅彦痛恨のレース。今昨日の予選からかなりクラッシュの多かった S 字の立ち上がり、やはり接触がありましたね。そうですね、まあそこは車が2台も並んで通過できるほどね、はい、広くないんで、先陣争いでどうしても接触のチャンスがね、増えてしまいますね。そうですね、まずはオープニングラップ高木虎之助が取りました。あ、マッチはどうやらエンジンが止まってしまっているようです。近藤雅彦コース復帰ならず、今オフィシャルに押されています。その間にも虎之助今 S 字に差し掛かりました。どうやらこのレースもこの S 字が一つの注目ポイントということになってきそうです。このハイポイントコーナーはまだイエローフラッグが振られています。マッチのマシンが今懸命の作業で、コース脇に除外されました。2番手に星野、3番手にアンドリュー・ギルバート・スコット、4番手に